はい、15室、こんな感じ。はい、邪魔します。ゆうこきゆびしゅうさん、ゆびしゅうさん、どこで切った二十、わからない。ゆびです。初めましてじゃないですけど、こんにちは。こんにちは。はい、和装最前線、はい、3日目、15巻頑張っていきましょう。ちょっとあの商品を見せていただきたいんですけど、和と洋のコスチュームジュエリーということで、はい、和要素 2A で使えるあのコスチュームジュエリー、アクセサリーを作っています。はい、オリジナルの商品としては、房のある通常の帯締めでも使えるオリジナルのチャームを考案しまして、ここのリングがもう帯留めの金具になります。ちょっと待って、どういうこと？ここの金具をこの房を通していただくと、スポッて入るので、あの三分紐じゃなくても帯留めのおしゃれを楽しんでいただけます。あ、こういうことね。はい、こちらも冠の帯締めで、通常の三分紐みたいに結んだ後、結び目は後ろにしたり、あとは飾り結びした時のさらに飾りとして、ボリューム出したい時の小物使いとしても提案しています。優れもの、はい、考えましたね。はい、で、あのこのジョイントチェーンというのがありまして、はい、ここがクリッカーになってますので、これをそのチャームのリングに両方通していただくと、お洋服の時のネックレスにもなります。なるほど、はい、すごい、さすが和洋。はい、なので、あの普段のお出かけから、あと着物で旅する時とかも、はい、お洋服と着物と両方お使いのお客様は、お洋服の時はネックレスに、着物でお出かけする時は帯留めにという感じでお使いいただけたりします。すごい優れもの。はい、小物としては、あの羽織紐なんですけれども、はい、男性物などもあの作っております。男もあるんですよね。はい、キラキラしてるからないのかと思ったら、はい、意外とあるんです。あるんです。この辺のノットボタンの男性物は、あのここがボタンになってますので、はい、着脱がボタンで可能です。へえ。これ自体が飾りみたいに見えるので、ちょっとぶら下がってても外れちゃったよっていう感じにならずに、なるほど、はい、飾りがついてるという感じで、おしゃれだぞと、はい、だぞと、はい、へえ、すごいですね。はい、この辺とかも実はここがマグネット、なるほど、真ん中じゃなく、男のものはやっぱトップがボリューム欲しいので、はいはい、真ん中のグラデーションは綺麗に保ちつつ、横にマグネットがあるタイプってなってます。へえ、分かってらっしゃる、はい、さすが。へえ、なるほど。そうです ね、 ね、なんかどうしてもあの男性はこのキラキラしてるのが、はい、ちょっとなかなかあのほら女子力高くて手に取りにくいですけど、はい、ぜひ、はい、そうですね、男性は帯留めがない分、うん、羽織紐と根付けしかやっぱ小物がないので、うん、はい、そこでおしゃれをしていただけると楽しいかなって思います。そうなんですよ、はい、なかなかないんでね、はい、こういうのもぜひ。そうです ね、 ね、はい、女性物だけじゃなく男性も作っています。なるほど、はい、了解しました。はい、ありがとうございます。お待ちしております。はい、出た、木越さんです。はい、川名の木越です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。光ってますけど、後ろが、はい、文字が出る、出た、帯留め、出たでございます。 Bluetooth につなげて、はい、お好きな文字が出ますので、すごいね、はい、光ってますけど、はい、今日は秋冬みたいな感じなんですか？そうですね、あの合わせも持ってきてますし、はい、通年使える羽織も結構いろんな種類がありますし、うんうん、最近作った、ちょっとサイバー的なちょっと光る素材ですね。すげー、ピカピカ。はい、ユネザーで折ってもらってます。折ってんのこれ、うん、オリジナルで折ってもらってます。上から加工してるってことですか？うんうん、織物です。マジで糸で光ってます。ポリと綿で糸で光ってます。ちょっとサイバー的な、でも軽くてシワにならないし、もちろん洗えるので、洗えちゃうんだ、楽ちんです。あたうちはもう必ず洗います。洗います。アイロン、アイロンいらない。アイロンのんのんでございます。なるほど、はい、
そんなかな。すごいな。新柄は今年の夏新柄は。ああ。はい、こんなのも。これセオアルファでしたっけ？これはね、セオに似ている生地で、シャツ麦ってシャのような紬のような生地で、セオよりね少しね薄手で軽くてシャリ味があります。ああ、なんか本当にちょっと織りの風合い違いますね。そうなんです。ちょっとねあの風合いがあるのでね、うん、スラブっぽいっていうかね。うんうん、そうなんです。だからちょっと紬調な、ポリエステル 100%。やっぱり洗濯機で洗えてアイロンのんのんでございます。これもフリーサイズですか？あ、これ一応 M。うちは SML 展開してますので。わ、在庫が。そう、在庫が。で、あの反物でご用意してあるものはマイサイズでも、まあ、あと合わせにしちゃう人もいるので、はい、はい、どちらでも。なるほど。羽織もその、うん、ピカピカで作っているんですね。これ羽織ですよね。そうなの、羽織もね同じ生地で作りました。まあね。羽織は私が大好きなので、いろんなので作っております。雨が降っても大丈夫じゃんね。雨が降っても大丈夫です。ね、はい。わあ、綺麗。ありがとうございます。キラキラです。はい、以上。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、コルリさんです。こんにちは。はい、大人気の。あの富士工房さんでも来ないで。あ、ね。今年の3月にあの、ね、展示会させていただいて、はい、とても好評いただき。この前あのサローネでももう。いろんなのをね皆さんご注文いただいたと思うんですけど、この取っ手が可愛く、そしてバッグとこう、セパレートのね、こちらですね、このタイプは着せ替えができる、はい、こちらの持ち手とこちらのバッグを、あ、そこがあれですね、はい、着せ替え用、はい、いいですね、雰囲気全然変わりますもんね、はい、あ、おしゃれ、なんかあれですね、やっぱ着物以外の時でもなんか使いやすい感じ、ね、はい、お洋服にもぜひ兼用で使ってください、はい、ともうあとこの小鳥さんやらあのリスさんやらこの動物シリーズもこうある時しかこのね鳥さんも緑が欲しいって言ったら、ね、なかなかないタイミングがね、なんか一点物になるので、うん、その時々の組み合わせで、なるほど、猫ちゃんもね人気ですよね、はい、おーオーダーもお時間あったら受けてはくれるんですか？あのこの形の中から、うん、あの私があの持っている生地と革を選んでいただいて、うん、リスにするとか小鳥にするとかいうオーダーを受けしてます。なるほど、はい、まあ、ぜひ、あ、こんな小物もあったんですね、こういうのね、こんだけでもちょっと可愛いんですけど、これ、はい、なんかに使ってくださいって感じですか？これ帯留め、これは帯留めです。いやいやいや、これが根付けです。あ、根付けもこちらですね、はい、いっぱいいる。スズメちゃんです。あ、かわいい、キーですよね、はい、あ、じゃあもうあんま壊れる心配はないから、はい、そうです ね、あのそんな落として割れるってことはないので、うん、はい、なるほど、はい、ちょっとじゃあぜひ今日一日最終日ですけどね、はい、ぜひ皆さんに来てほしいですね、はい、よろしくお願いします、はい、お待ちしております、ありがとうございます。はい、佐々木さんです。光樹佐々木さん、光樹になってますけど名前変えた？いや、最近それにしたんです。あ、そうですか、光樹さんです。元々、はい、はい、ありがとうございます。レースで有名なレース、レースじゃない、なんだっけ、ニットニット製品です、はい、はい、今日はあのあれですよね、サローネでも爆発してた人気商品こちら、あ、おかみさんで、あのニット帯揚げ、帯揚げでございます、はい、帯揚げキラキラが結構効いてますね。なんかやっぱりラメ入りの方が、うん、あのいいらしい、いいらしい使うのにやっぱりいいんですかね、ちょっとこうなんかポイントになって、この帯揚げのニットの帯揚げの特徴っていうとその他どんな感じですか？やっぱり、まあ、あの基本的には細身にしてるっていうところの特徴で、はい、最後こう始末するときに何畳むのに楽でしまい込むのがすごいすんなりいくっていうのがお客さんのコメントです。なんかシワにはなりにくそうですよね。でやっぱりニット特有のその組織上ミヨンミヨンミヨン、ある程度伸びてキュッとこう締まるんで、いい感じで締まる。ちょっとここら辺ゆったりしてる方でも結構伸びて使える、はい、そうですね、いいですね。多色にいろんな色できてますね。一応どの色が受けるかあの
テスト的にやってるんですけど、皆さん千様の列で。なるほど、はい、あと半襟もちょっと気になったんですけど、ニット半襟、はい、これもね、昨シーズンから好評いただいてて、うん、まあ、この辺がちょっと今季新しく作った感じです、ね、これもちょっとラメ、これもラメで、基本絹 100% ですよ ね、 そ、 ね、はい、その他のところね、いいですよね、これそのままでも洗えちゃう、洗ってますね、はい、いいですよね、これだから、うん、うちの洗える襦袢なんかにこの半入りつけっぱなしでもうジャブジャブ洗ってね、皆さんつけっぱなしの方が ね、うん、ね、実際多いみたいですね、いいですね、まあ、ぜひこちらもどんどん生産中ということ で、はい、であと帯とかこの辺り、ちょっとあのぜひあまり皆さんを知らないこういうケープっていうのを実は昔からやってて、なるほど、こんな置物に、お、あの、すごい和洋いけるってやつだ、和洋兼用というサイズぴったり、こんな感じであのちょっと後ろ、こんな感じ、あ、なるほど、あ、いいですね、あったかい、まあ、ね、シルクなんで ね、 ね、ちょっとこう肩寒いかなという時には、うん、いいですね、これもあの何色かありますね、はいはい、ぜひね、はい、じゃ あ、 あのモデルりんこちゃんでした、ありがとうございました、はい、次のブースは春着物小物さんです、こんにちは、おはようございます、おはようございます、小物が充実、はい、そうですね、すごいですね、こんな大きいんですけど、はい、相当大きいですけど、大きく、あのガラス作家さんに作っていただいてるんです、あ、これガラスなんですか、ガラスなんです、うわ、なので大人の方でもね、はいはい、おしゃれにつけていただけます、あれかと思ったら、なんだっけ、あの樹脂のやつかと思ったら、あ、じゃないです、ガラスなんですよ、すごい綺麗ですね、これね、はい、おー、これいいですね、この辺はあの軽い素材で出てます、あ、そうなんですか、はい、だからもう帯留め、半襟、帯揚げ、帯揚げもこれも洗える帯揚げになります、あ、そうなんですね、はい、洗える、まあかなりポップな感じですね、はい、この辺はレース旅、レース旅、刺繍旅とか、ね、レース旅ですよね、はい、旅探してらっしゃる方もね、はいはい、いろいろ種類やってます、へえ、お揃いでつけていただける範囲で旅とお揃いでつけていただく、あ、そうなんですね、す、あ、いいですね、はい、へえ、これは半襦袢、半襦袢やってます、半襦袢も襟付きで、はい、袖はあれですね、袖はトモ袖筒袖、筒袖だ、はい、で、エモン抜き付き、あ、そうなんですか、はい、これ一枚やったら着物の下に、ね、切れますもんね、はい、いただけます、すごい、あとバックと、すごい、草履もかなり、はい、草履はウレタン草履、ね、まずウレタン草履は雨とかでも履いていただけますし、うん、はい、あと浴衣に素足とかでも履いていただけますし、あ、はいはい、まあ、あとサンダル履きとしてお洋服でも履いていただけます、はい、うん、すごい楽なお草履で、うん、はい、結構リピートして軽いですよ ね、 ここはね、はい、多いです、で今回新しく、ね、お作りしているのがこれが EVA のクッション性のある軽いお造りになりまして、これはもう鼻緒のすげ替えもすげ直しもできます、うん、あ、そうなんですね、はい、これもすっごい履きやすいです、はい、これ革ではないですね、これ革ではないです、うんうん、はい、でもちょっとあれですね、爬虫類系の、はい、かっこいい感じで履いていただけると思います、スクエアタイプはちょっと珍しいですよね、そうですね、これも2種類スクエアと小判型と2種類作ってまして、レース付きとかもお好きな方がね結構いらっしゃいますね、はい、いいですね、黒の赤にね、はい、壺効いてるのもいいですね、はい、基本あれですね、パッと見たら、レディース専門みたいな、あ、そうですね、女性ものばかりになってます、ね、男もはなかなかねそこまで手広げたら、はい、えらいことですよね、そうなんです、うーん、これも羽織になってます、モフモフの羽織なんですけど、あ、今日着てらっしゃるのも、はい、そうですね、あのこれもあれなんですけど、すごい透け感があるので、透けてますよね、はい、重たい感じにはならず軽くてお洗濯もしていただけます、え、透けてるってことは、はい、もう年中ってこと、あ、年中です、まあ、ちょっと毛があるのでちょっと暑苦しい感じですけどね、はい、なんですけど、夏場でもこれにショールとか巻いていただいたら結構あったかいです、へえ、これ結構ね、あのおしゃれで、洋服でも羽織っていただけます、ね、そうですね、一応袖は着物の袖になってますか、あ、そうです、もう着物の仕立てになってます、あ、はい、なるほど、まあ、普通に着物以外の時でも、ね、羽織っていただけます、入れそうですよね、
へえ。香りもいろいろやる。なるほど。はい。わかりました。はい、じゃあ今日一日頑張りましょう。はい、ありがとうございます。続きまして、みずほさんです。おはようございます。はい、商品紹介してもらいましょうか。アンチョコ見ながらで、はい、はい、今日はですね、コットンパールと真珠が主役の小物たちを紹介しております、はい、なるほど。華やかで軽やかな、はい、エレガントカジュアルというのをコンセプトに、あ、もうそうですよね、はい、いつものお着物姿に上品な艶をプラスできるようなアイテムを ご提案しております。すごい、パール充実。はい、羽織ひも、ナプキン、クリップ、帯留め、かんざしですね、はいはい、ちょっとツヤが欲しい時に華やかさを出してくれますので、はい、キラキラしている、はい、コットンパール以外にも本真珠のかんざしもございます。おお、これ本真珠、あらららら、らかんざし、本真珠ならではの上品な形を演出いたします。ですね、でも十分、こちら本真珠じゃ、あ、こちらはコットンパールで、ね、コットンパールですもんね、はい。いろんなタイプがございます。大玉のタイプに揺れる、キラキラと蝶々がついたタイプとか。蝶々、あ、本当だ。はい、揺れて、うん、すごくキラッと光りますので。キラッとしてますね。で、これクリップタイプはあれですね。これがエプロンみたいにも。使える。あ、エプロン のショールクリップ、ナプキンクリップはこちらです。あ、これ、はい、エプロンのようにハンカチを前にかけていただいて、うん、首からつけていただくと、エプロン お食事の時にですね、あ、今日もキラキラ頑張りましょう、はいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、戸部田さんです。世話になります。もう履物専門ということ で、はい、男性女性下駄から草履まで、はい、あります。今はだいたいどんなの推しになってますか？そうですね、鎌倉彫りが本当になくて、毎年鎌倉彫りを探す旅に出ております。うわ、ね、希少価値がね、本当にそうなんですよね、うん、根強いファンがいるのもね。あとはこの最前線用に、おちょっとこの頃参加された岩佐さんと一緒に、あ、そうだ、コラボしてこの台は、ね、はい、めちゃかっこいいです。いろいろ考えて作ってきました、この3足。これはもうあと2足分ぐらいしかもうオーダー取れないんですけど、取れないというかもう5足ずつに決めちゃったので、はい、なるほどね、これはまだちょっと余裕がこの辺はあります。もう鼻緒と結局台のところとセットにしてるわけですね、はい、そうです、全部セットにしてます。へ、普通だったらこうグレー系ってこうシルバー入れるんですけど、うん、逆にゴールドにして、こっちはベージュ系で本当はゴールド入れるんですけど、シルバーにしてどっちもいけるように、はい、シルバーでもゴールドでも、はあ、ちょっと考えてます。すごい、ありがとうございます、はい。まあ、いろんな花をもね、そうです、そうです、花をもうオリジナルのものもいっぱいあって、この辺とかリボンで作って、この辺はもう全部オリジナルで、ベースも下地も全部考えて上に貼って、はい、花屋さんに出して作ってもらう、こういうやつは、この長さだったら男、あ、男も行けます、行けそうですよね、はい、男性もすごいレースとかもキラキラのやつがよく人気があります。もうね、もうこっちの世界行っちゃったらもう戻れないですよね。そう、戻れない、戻れない本当に戻れない、ね、履物はもう靴好きな男の人も来るので、大体もううち女も男も本当は仕立て方が違うんですけど、ええ、関係なくもうどっちでも好きなように。ああ、そうなんですね、はい、もうカジュアルなものなので、うんうん、全然関係ないです、そんなの。これも塗り下駄ですね。この辺の色の塗りはもうあんまりもうなくて、あ、これもオリジナルで花を作ってます、形見代わりで。あ、そうなんですか。おお、なるほど、芸が細かい、はい、すごい。でこういうのもこだわって、こういうふうにこう柄を出す場所をちょっと悩んで、こう天使とか出すように。なるほど、はい、うわ、でこの辺は本革で歌舞伎の博多座とか、あ、そうですか、皆さん、ね、あ、なるほど、見に行かれる、行きたいですよね、こういうのでね。へえー、なるほど、ありがとうございます。昨日からもね、すごいたくさんお客さんいらっしゃってましたよね。地元のお客さんがなんか
こういうことにこういう時に参加するのって私年に3回ぐらいしかなくて、はい、特に個人店があと2件なので、はい、皆さんと一緒はもうここだけだから。あ、そうですか。はい、もう宣伝隊も含めて遊びに来てもらうように声かけてね、はい、ご近所さんね、売れてるかっていうとあの顔見に来てくれてくださる。なるほど、はい、人中見舞いですね。そうです、本当にそうです。ありがたいことで。じゃあまた今日もお待ちしましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、着物スタイル協会さんです。はい、着物スタイル協会です。よろしくお願いいたします。まあ、はい、恒例みたいな感じになってますけどね。はい、今回も着物のパーソナルカラー診断の方と、あとは似合う柄やコーディネートの仕方が分かる顔タイプ診断の方をお伺いしております。30分3850円、今日も少しだけ空きがありますので、そうですか、お問い合わせください。はい、あとはですね、パーソナルカラーで選べるストール、こちら奈良の方で作っていただいていて、帯がすっぽりかけている面でできているので、ザクザク変えるもの。結構じゃあ大判なんですね。そうです、そうです。で軽いですし、持ち運びも便利です。あとはオリジナルの博多帯。うわ、さすが博多だけに、はい、そうなんですよ。雪輪の、ね、模様を入れ込んでもらっているので、こちらも、もう仕立て上がりで持ってきているので、あ、そうですか。はい、お持ち帰りいただきます。あとはパーソナルカラーの半襟もいつも通り売ってますので。あ、半襟もね。そうです。あ、そうなんですね。白でもオフホワイトでも、わかりますか、ね、はい、若干この、ね、違いが、はい、顔の判断に合わせて選んでいきます。こちらの七尾さんの方でも販売させていただいているものになるので、あのネットショップ。そうです、そうです。ですのでぜひお手に、はい、でご覧いただけたらと思います。この現物が今日は見れるということですね。はい、す、博多の方、はい、ぜひね、はい、ぜひ。基本的には診断は予約みたいなのが、はい、そうですね。ただ皆さん昨日も飛び込みの方多かったので、うんうん、気軽にお声掛けください。そうですね、待ってる間他のブースもね、はい、楽しんでいただけますもんね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。